2021年4月24日土曜日13時半になりました。13時半からの番組は竹 DS さんで竹ちゃんウーマンに叱られる。本日はゲストでトロロさんが来てくださっています。では番組をスタートしていきます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今ですね、今日ですね、はい、まだ竹さんが入るというトラブルがあるんですけれども、はいはい、どうしましょうね。ゲストはね、来てくださってるのでね、はい、じゃあ、あれですね、ワードか何か自己紹介をしてもらおうか。あ、そうですね。ね。あ、でも、どうやってチャットで出たら、はい、それをワードに移すっていうのはどこなの？そうで、じゃですね、チャットに出たら、私が読み上げる形で、ね、それでもいいね。はいはい、私が言ったのを、秀樹さんが今、うん、通訳してくださってるので。なるほど。はい、あ、いいね。そのコンビネーションは。はい、じゃそれでやっていこうかなと思います。じゃあ僕がトロロさんにお願いしましょう。そうですね。ではトロロさん、はい、ですね、自己紹介をまずお願いしたいんですけれども、チャットの方に自己紹介を書いていただいてよろしいでしょうか。はい、通信しました。はい、ありがとうございます。今ですね、多分一生懸命書いてくれてますね。そうだと思う。トロロです。何から言いましょうって言ってくださってますね。何がいいですかね。じゃあ、何から聞いたらいいと思います？はい。何がいいでしょうね。じゃあ、今書いた。うん、なぜタレさんなのか。意味があると思うんだけど。北谷さんからなぜタレさんなんですかっていうふうな質問が出ていました。で、昔タレパンで トロロさんからですね。のお返事で、昔タレパンダというキャラがすごく好きで、そこからタレを取りました。あ、いましたね、タレパンダって。すごい流行りましたよね。ボヨーンって感じのボヨーンってね。なるほど。私もすごいね、いろいろ持ってましたよ、タレパンダのキャラクター。トロロの方は、あ、トロロの方は食べ物のトロロが好き。おお。そうですね。好きだから。うん。トロロね、いいですよね。体にもいいし。でもちょっとあれですよね。口の横とかについちゃうとかゆくなっちゃう。面白いって書いてある。タレパンダもす。うん。タレパンダはものすごく好きで、学生の頃にタレ学という研究をやってます。そんな研究があるんですか。変な研究。タレ学っていうと何でしょうね。どういう研究なんですかね、タレ学って。タレ学ってどんな研究ですかね。気になりますね。僕が聞きますね。はい。あ、今多分樋口さんが手話で聞いてくる。あ、そうなんだ。中途でお耳が聞こえなくなったってことなんですね。で、小学校2年生の頃から聴力が落ちてきました。で、中学ぐらいの頃にはほとんど分からなくなって、高校の頃から手話を使い始めましたということなんですね。あ、で、ね、島本さんから、ああ、だからトロロさんの漫画はほっこりするんですねって言って、
確かにそうですよね。あのタレパンダの癒しっぽい感じと、なんか、あ、トロロさんの絵ってそういえばあの碁石のところもなんかこうやってつながった感じ、なんかトロロ芋みたいなつながり方ね、このつながり方なんかちょっとトロロ芋っぽいですみたいな。はい、樋口さんいてくれるからいいな、うん、でトロロさんですね、囲碁は大学を卒業した後に友達に誘われたのがきっかけで始められた。なるほど。そうね。うん。そっか。じゃあ結構あれなんですね。始めたのはあの後の方だったことなんですね。うん、あ、後の方って言っても今がおいくつなのかわかんないですけど。聞いてみるといい。うん、そう、あ、でも さっきね、あの結構言ってます的な感じのことを。え、何歳だと思いますか。何歳だろう、うんうん。当ててください。でもなんか絵の感じからして、うんと、どれくらいかな。直感で。はい。多分40は行ってない。おお、じゃあいくつですか。うんと、36。おお、いいとこですな。え、トロロさんに聞いてみましょう。え、で、教えてくれるんですか。多分ね。How old are you? おいくつでしょうか。でもトロさん喋ってるね今。うん、囲碁を始めた時に特に聞こえない人を囲碁に誘いたいと思い、聞こえないなら漫画の方が囲碁分かりやすいだろうと思ってホームページで囲碁のルールの説明を漫画で書くようになりましたっていうことなんですね。すごいあれですね、親切ですよね。自分と一緒にそのやってくれるっていうか、その囲碁の楽しさを伝えるためにまずは友達のためにっていう感じですよね、イメージ的にもね。でその後ツイッターでもイラストを描くようになって現在に至りますっていうことなんですね。うん、そうなんだそうなんだ。あの絵がねすごい柔らかい感じの、なんかなんとも優しいですよね。うん、じゃあトロロさん、じゃあさっきのお話の続きでおいくつなのでしょうかっていうところ年はまあ40代です。あ、40代なんですね。そうなんですね。で40代の男性であんなに可愛い感じの絵を描かれるっていうことは、とてもきっと優しい心の持ち主なんだろうなって私は想像するのですが、そうなるとね、顔を見たくなっちゃいますけど、今日はお顔なしということで、そんなに優しくはないと思いますそうなんですかね。でもね、あのでも漫画を描いて人にそのあれですよね、このやり方っていうか楽しさを伝えたいっていうことを思いつくこと自体がとてもなんか人のためにできる人っていうかイメージありますよね。そうでもないんですか。そうでもない、どうでしょうね。かな、そこまで深くは考えないですがまあ趣味が囲碁とイラストで、うん、そっかそっか。まあイラストを描くこと自体があれですね、うん、趣味が囲碁とイラストだったのでちょうどぴったりだったっていうことなんですね。うん、そっかそっか。うん、じゃあこのあれですねという感じですかねって、うん、じゃああれですね、こういうこのトロロさんみたいな方がその囲碁を好きになってくれたがくれたから、この囲碁界としてはあれですよね、この
楽しさをみんなに伝えるその方法が増えたわけじゃないですか。だからやっぱりこうやっていろんな方がね、囲碁を好きになってくれることでいろんな広がりが出るってことですよね、北谷さんね。そうです。素晴らしいです。ね。うん。だって、トロロさんがこうやってイラストを描いてくれることできっと始めた人ってやっぱりいらっしゃるわけですよね。そうです。うん、やっぱり、ね、イラストとか漫画っていうのはね、伝える力がすごく大きいっていうこと、強いっていうことを僕は今回感じたんですね。確かに確かに。それはね、トロロさんのあの囲碁漫画を見ると、うん、本当にね、深い気持ちが伝わってくるんですよ。これはね、なんつうんだろう、文字でいくら書いてもね、伝わらないものが、はいはい、あの絵と簡単な会話から伝わってくるんですよ。うんうん、これは僕にとってはすごい発見だったですね。そうですよね。なんか、あれですよね、トロロさんのあの囲碁の絵って、すごい可愛くて、なんか、あの、碁石が、お餅のようにふにょーんってなんか伸びたみたいな、なんて言うんだろう。そして生きてるじゃないですか、碁盤の上で。うん、ね。なんか、この人生のようなものがこの碁盤の上で語られてね。本当にそうですね。うん、すごいかわいい。私もツイッターでトロロさん見つけて昨日ちょっと見てみたんですけど、はい、ね、今高橋さんがイラストすごいいいですねって言ってくれて、ね、高橋さんもあれですよね、まだ囲碁は始められてないと思うんですけど、多分この土屋の中で土屋重度訪問訪問介護の、なんだろう、高橋さん、クライアントさんなんですけど、そこの会社で、その囲碁をちょっと今、クライアントさんに向けて一緒に、アテンダントとクライアントが一緒に、共通の、なんて言うんだろう、共通のネタっていうか、共通の、ツールとしてコミュニケーションツールとして使っていけたらいいねっていうので、ちょっと土屋の中でもそういう話が出てて、きっとね高橋さんも使う時が来るんじゃないかなって思うんですけど、うん、そういう時にねこのトロロさんの漫画とかでちょっとイメージを膨らませておくとスッと入っていけるかもしれないですね。うん、よいしょよいしょ。はい。ではですね、番組のホストのタケさんが、いつまで経っても現れないというこのトラブルなんですけれども、どうしましょうね。それでね、うん、後からタケさん見たいと思うんですよ、これを。はいはいはい。ところがね、トロロさんの、発言は消えちゃうんですね。あ、そうですね。でも、ええ、私が、あ、そう、UD トーク。言ったことを、樋口さんが手話でやってくださってて、うん、今それが画面に映ってて、うん、で、私が、トロロさんが言ったことも、言葉で言ってるから、うん、それを今、樋口さんは手でやってくださってるので。そうなんだ。北谷さんあれですよね、多分スピーカービューにしてみてる感じです、ね、いやいやいや、ギャラリービューで見てます。じゃあ樋口さん見えてます？うん、見えてるよ。うん、じゃあだ、竹さんも後で見た時にそれで見えると思うので、うん、あ、でもそうだな、そしたら樋口さんをもっと大きくさせてもらって、と樋口さんが見やすい、私と樋口さんと、じゃあ、ひたにさんぐらいが映ってるようにしていて、ひたにさん食べてるからです。じゃあ、でもこの方が多分、後で見たときに、手も見やすいと思うんですよ。なので、
あ、竹さん来ましたよ。竹さん来ました。うん。あ、本当だ。はい。竹さんとトロロさんはもうお顔合わせをされてるんですかね。やっぱり見れるでしょう。あ、初めて。うん。そうなんですね。だろう。今トロロさんに見えてますかね。うーん。すみません、遅くなってすみません。タケと申します。はい、タケさん来てくださいました。あのパワーポイントは出せますか。パワーポイントはタケさんが出すんじゃないんですか。パワーポイント出せます。こちらです。あ、私出すんです。出せます。あ、はい。タケさんから払ってないですよ。たけさんとはまだあのトロロさんはお会いしたことはなくて、メールであのお話ししてたっていう感じなんですね。うん、ありがとうございます。今たけさんがパワーポイントをですね共有して、見えますか。はい、見える。はい、はい、ちょっとチャット。はい、竹ちゃん馬に叱られる、もう24回ってことになるんですかね。うん、すごいですね。あ、柴本さんがあのあれで五級の私も囲碁の五級ってことですね。私もトロロさんの漫画はすごく勉強になりますっていうこと。トロロさんはじゃあ囲碁がお強いんですかね。強いんです。そうなんですね。うん、じゃあかなり熱心にされてる方。相当熱心にやった。そうなんですね。私の画面が映らない。映ってますよ、大丈夫。竹ちゃんウーマンに叱られる番組始まります。うん、私もご飯食べ終わったのでタケちゃん来た。今日は囲碁の趣味持ってる、趣味を持ってる。そしてまたイラストレーターでもあるトロロさんという名前の人がゲストです。トロロさんはあのチアートで話しますので、皆様はチアートを準備して、あのトロロさんとお話ししてください。それからトロさんのプロフィール、トロロさんのプロフィールはあの中等出張者で、小学校の頃から中等級が打ちました。大阪に住んでます。大学卒業後囲碁と出会う。囲碁の漫画やイラストなどをツイッターで出して書き始める。囲碁の記録は3段ぐらい強いです。ツイッターのアドレスとホームページのアドレスは、あとこれをご覧見てください。
トロロさん、トロロさんに、初めてお会いしました。トロロさんに、囲碁に出会ったきっかけを教えてください。以後、チャットで書いてますか。じゃあ、内容は読めばいいんですよね。大学卒業した後バスケットボールをやってたんですが、体力がついていかなくなってやめた時に、このまま年を取っていくのだろうかとか思って、何か老後も続けられる趣味をやりたいなと思っていた時に、たまたま友達から聴覚障害者の囲碁の集まりに誘われ、これはぴったりだと思って始めましたっていうことなんですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次の質問は、トロロさんは漫画はとても面白く興味持てました。なぜ漫画を描かれることになったのでしょう。これ共有外した方が皆さん見やすいですよね。画面ちっちゃくなる。トロロさんも子供の頃から何か作ったり絵を描いたりするのが好きでした。で、大学の頃に近畿聴覚障害者障害学生懇談会というのに関わっていたのですが、そこで自分の考えたキャラクターで耳のことや手話のことなどを漫画にして描いていまして、その頃から漫画やイラストをよく描くようになりました。で、囲碁を始めてからはさっき話したように普及のつもりで囲碁の漫画を描くようになり、2年ほど前にツイッターを始めて、そこでイラストを描いたらいろんな人に見てもらえたのが嬉しくて、それで今も描き続けて現在に至りますということですね。ありがとうございます。次はトロさんにとって、そうですね、トロロさんにとって、画面共有を一度オフにさせてもらってもいいですかね。うん、ちょっと多分、もう全然使ってないから。そうなんですよね、はい、ちょっとこれがあると多分パソコンの人まだいいんですけど、うん、島本さんとか多分 iPad で見てるから一回、私が今強制的にあれを消せない、はいはいはい、消せないんですよ。消せた？ちょっと今
そこに変えます。次は。他のラーメン。これで、ごめんなさい、強制的。はい。で、囲碁の魅力ですね。囲碁の好きなところは、聞こえる、聞こえない、関係なく、盤上では対等に打てるというところです。仕事などでは、すみません。トロロさんは、パワーポイントを見ながら説明しているので、さっきしてもらって。パワーポイント見ながら？立たなくていいの？立たなくていいってことでした。はい、そうです。ああ、わかりました。はい。はい。で、仕事などでは、続けてお願いします。仕事などでは聞こえなくて助けてもらうことが多くて、気持ちが控えめになったりすることも多いのですが、いつもそういうことがないのがいいところだと思います。あと、手話ができない人とでも普通に楽しめますし、そういうところが好きですっていうことですね。ここまでですか。はい。じゃあ、トロロさんにとって有名は何でした。特に夢はないみたいなんですけどね。特に夢はなくて、碁を打ったりイラストを描いたりして毎日が過ごせればそれで十分ですっていうことも、じゃあ今がもう充実してるってことですね。うん。あと、あえて言えば碁もうちょっと強くなりたい。うん。囲碁ですね。もっと強くなりたいっていうこと。じゃあ、いっぱい対局して。やっぱあれですかね。戦えば戦うほど強くなるものですかね、キタリさんね。うん、そりゃそうですよね。うん、ただね、トロロさんは実はもう三段というレベルじゃないんですよ。そうなんですね。イラストの中に耳垢の一手という有名な一手があるんですね。江戸時代の耳垢、耳が赤くなったというね。あ、これをね、耳垢を打つ前の対局者の心境と、うん、打った後の心境を彼は漫画にしてるんですけども、うん、こんなことが分かる人は尋常じゃない。尋常じゃない。そうなんです。経験者ではない。多分僕より強い。そうなんですね。まあ、僕はそんなに強くないけど、僕より強くてもそんなにこう褒め言葉にならないんだけどね。いや、強いでしょう。絶対強いです。はい。あとですね、トロロさんから、あと、あえて言えば、ゴーもちょっと強くなりたいっていうのの後に、下手ではないけどそんな強くもないですよ。これ僕のあれに反応したんだね。うん、ちょっと戦ってみればいいですね。どっちが強いか。そうだね。そのうち1曲打ちましょう。うん、やってみないと分かんないですからね。Tと一緒。でも間違っても私が勝つことはないと。まあそうだな。うん。タケさんから。はい。次。次は、トロロ。あ、トロロさん、今日、キテさんっていう名前じゃないんですね。キタリさんの、じゃあ、見て分かるんでしょう。分かるって。分かるって。はい、ありがとうございます。さあ、今後、5月31日から6月6日まで、パネル展で、トロロさんの
絵はデジタルになって、あと、日本キーインっていう一ヶ谷にある場所にあるとこで発表いただくので、見れる人は見てください。それから次は、あと、トロロさんの、あの、イラスト説明したいんだけど、どうしますか？あの、絵を表示してやります。トロロさんのイラストを説明したいということで、絵を出してやりますかっていう。誰が出すのかな、誰が出すのかあれ、私たちもらってないですよね。も皆さんと話してみて。僕は OK ですって言ってくれてます。出します。トロロさんが出す。ああ。あ、タケさんは出すですね。タケさんが出すの。はい、これがあれですね、大学の頃に描いていたキャラクターなんですね。あ、大学の頃に描いて、じゃあちょうど囲碁をやり始めた頃っていうイメージなんですかね、大学の頃。なんか可愛いですよね、この絵がね。うん。なんだろう、このすごく単純な絵なのにすごい表情をね感じますよね。面白い。なんかあの LINE のスタンプとかにありそうですよね。もしかして出してたりするのかな。うん、うん、このキャラクターは丸いのでマルという名前です。ちなみにこれの悪いキャラクターで黒丸というのもいます。口がなくて目が線だけなの、あ、線だけのキャラクターなんです。黒は いいスタンプして、葉っぱずっといいですね。かわいいです。うん、絶対かわいいと思う。また次もありますので、あの、あと5分しかないので、簡単に説明してしまって。ちょっと絵が小さいですね。小さくないですか？大丈夫。あの、これぐらいでした。はい、はい、見えました。見えたけど、ちょっとなんか全体が見えなくなっちゃった。動かせないのね。これあれなんですよね。見えない。左の山印。うん、大丈夫かな。トロロさん。うん、これがホームページに書き始めた頃のこの丸と黒丸ですね。白の方が丸ちゃんで。白が丸ちゃんで、黒が黒丸。で、あれですよね、この白に囲まれた黒の碁石を、こうやってなんか、この紐で捉えて、あの、自分の土地に捉えて、この子をどっかにあの持ってっちゃうっていうイメージなんですかね、これね。かわいいな、すごいかわいいな。いいですね。なんかこんな、ちょっと、あの、未来の時代になったら、こんな動くゴイシちゃんとか出てきそうですよね。うん。はい。ね、いいね。ホームページに書き始めた時の絵なんですが、もう多分10年以上前に描いたものです。
こんな感じでルールの説明をしていました。今見たらものすごく下手ですが、恥ずかしいですが、ルールの説明としては悪くないかなと。全然下手じゃないですよね。すごい、まあね、今のまたクオリティっていうのがすごい。はいね。わかりやすい、かわいい。すごい、これな、何だろう、これは手書きじゃないですよね、もう。あと、これか。これ今の感じですかね、ご意思さん、いろいろ。あ、このつながった感じがなんかとろろいもみたいな感じ。妖怪、めなしいし。万歳万歳。あ、なんか猫っぽくなってる時もあるんですね、このごいしちゃんが。そして可愛い女の子に囲まれて幸せだなっていう風になっちゃってる。ほっぺをあからめた黒丸がいますね。ほら、君もこっちにおいでって言って誘われて、そして罠に引っかかるんですかね、これは。面白い。なんか表現の仕方がすごくね、なんか自由な感じだし、表現力が豊かですよね、すごくね。うん。で、これがツイッターにイラストを載せた時にその書いたものですね。で、これ今ツイッターを見るとこれが見えるっていうことなんですね。うん。こんな、なんかちょっと目がなくなっちゃった妖怪めなしいしとか、いろんなパターンをですね、書いてくださってるんですね。具形。これで、いろんな、あれなんですかね、語の言葉みたいなも、ちょっと分かったりするのかな。それはない。でもさっきなんか北谷さんのね、耳赤とか。赤耳？耳赤？耳赤の言って。耳赤の言なんか耳赤っていうと赤い耳じゃなくて耳の中の赤みたいな感じに。なんとなく。あのトロロさんの、あのルールの説明がね、すごく良いんですよ。うん。で、どうしてもね、初めてのことを知るときに、圧迫受けるんですよね。はいはいはい。ここに文字が並んでると、それだけでなんか難しく感じちゃうんですよ。うん。ところが、それがイラストでね、確かに確かに。書いてあると、その壁がなくなるんですよね。ね、本当。だから、標本としては素晴らしいと思った、僕は。ね、なんか、心のバリアフリーみたいな感じ。そうそう。あ、ね、これなら私でもできそうだになるんですよ。うん。だって、囲碁ってね、壁があるように見えて、僕の友人の大学教授をしていた方は、はいはい、私でも碁を覚えられるんでしょうかと僕に聞くんですよ。あなた覚えられなかったら誰が覚えられるんですか、うん、そうですかとか言ってね、それぐらいその碁っていうのは心理的な圧迫があるんですね。あ、そっか。これがこのイラストだとね、なくなるんですよ、うん、これがすごい。このあれですね、この今妖怪めなし石とか、この妖怪シリーズ。で、これをですね、書き始めた頃から、そのツイッターで見てくださる方が増えたっていうことで、で、うん、この頃からよく書くようになったっていうことなんですね。うん。やっぱりね、この見てくださる方が増えると嬉しくて、やっぱりその意欲も、あれですよね、制作するこのクリエイターとしての意欲っていうのが高まりますよね。うん。うん、はい。素晴らしいですね。素晴らしい。うん。イラスト見て分かりやすいですね。うん。楽しかった。
伝わりますよね。うん、あともう3分ぐらいなので、どなたか質問聞きたいことありますか？どなたか聞きたいことありますか？レイさんありますか？お聞きしなくていいですか？トゥーロロさんが手話を始めたきっかけ、いつからだった？手話は高校の頃に始められたんですね。高校生。どこだっけ？あ、それまで手話を知らなかったってことですか？中が。あ、まだ。あ、中学までは手話をすることができなかったんですね。うん。そうそうそう。まだあれですかね。中学校の時、手話は知らなかった。小学校の頃はある程度聞こえていたですね。そうですね、さっきね、中途でっておっしゃってましたけど、中学ぐらいからはもう筆談じゃないと分からなくなってしまいました。書いてたんですね。そうですか。ありがとうございます。あと今こう囲碁が強いんですけど、あの強くなる方法ってありますか？頑張って勉強する。頑張っていっぱい打つってことですかね。頑張って勉強する。わかりました、わかりました。ありがとうございます。ちょっと私の方で電波がつながらなくて、時間遅くなって短くなってしまって大変失礼しました。迷惑かけました。まあ、今後もこのつながりとお付き合いください。ここでタケちゃんウーマンに叱られる番組は終わります。またお会いしましょう。はい、タケさんにトロロさんからお疲れ様でしたっていうふうに言葉いただいてます。はい、では皆さんありがとうございました。おしまい。